別府駅は、大分県別府市、駅前町にある、九州旅客鉄道日報本線の駅である。事務官コードは92万523。別府温泉として、全国的に知られる、別府市の代表駅で全列車が停車する。特急ユ、ゆゆふいんの森、九州横断特急、そぼうい。が、当駅始発、終着で運転されている。 2003年2004年にソニックと日輪の系統分割が行われた際、日輪はほとんどの列車が東駅始発、終着となり、東駅は大分駅とともにソニックと日輪の接続駅として位置づけられたが、2009年以降、日輪は大分駅発着への変更が進み、2012年3月17日のダイヤ改正によって東駅始発、 終着の日輪も設定はなくなった。緑の窓口が設置されており、中央口に自動改札機が導入されている。自動放送、楽チャリ設置駅である。駅構内に別府外国人観光客案内所がある。IC カード守護課の発売も行っており、各ホーム一箇所ずつに IC カードチャージ機と IC カード専用自由席特急券売機が、 設置されている。別府駅開業記念式典降下課前の別府駅周辺の白黒空中写真国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成別府市、ルカワ通りなお、1929年5月に北浜から別府駅前まで大分交通別大線の路面電車が開通したが、1956年10月から、 軌道撤去工事を行った。島式ホーム2面4線を有する航海機である。かつては留置線2線が2本の島式ホームの間に設置され、亀川駅まで改装される一部の間合いの長い列車を除く、当駅発着列車の留置に使用されたこともある。留置線が撤去された現在は、2本のホームの2番線と3番線の間が広く空いている。 現ホーム観光時は、日方本線の無縁化前であり、また、夜行列車も数多く運転されていたため、2013年に、ホームのかさ上げを伴う、大規模改装が実施されるまでホームに洗面台や、鏡が設置されていた。駅本屋は1966年に高架化とともに、観光した2台目のものである。数度のリニューアル工事が行われており、2005年4月に、 校内外と北側専門店街が改装され、現在の外観となっている。また、駅を挟んで東口を、海岸口、西口を、山の手口と案内している。詳細は、工術駅内降下した中央改札横に、観光協会観光案内所がある。また商業施設としては、南側に、丸宮ストア別府駅店。 民場や指導書店 JR 別府駅店を各店舗とする南名店街 BIS 南館を呼び別府駅市場北側には山田電機別府駅前店が各店舗の北名店街 B パッセージという商店街があり食料品店や衣料品店の他に土産物屋やペット温泉なども存在する山田電機駐車場 駐輪場が入居する、北駅ビルのみ、JR 九州の直接管理であるが、商業床の B パッセージ、北名店街、BIS 南館専門店街、駅市場商店街、駅ビル駐車場などは、JR 九州の子会社の JR 九州、ビルマネジメントが管理、運営をしている。1967年の開業時には、日本一の長さの高架下した商店街と言われていた。 1912年度には、乗車辞人が173,362万人、降車辞人が179,300万人で、旅客収入はおよそ115,933万円だった。1965年度には、乗車辞人が2302,967人、降車辞人が241,5141万人で、手荷物や小荷物も取り扱っていた。 2016年度の乗車辞任は216万5368人、降車辞任は217万2176人である。1日平均乗車辞任の数値は、各年度版、大分県統計年間による年間乗車辞任の値を、各年度の日数で割った値。2016年度以降は、数値が非公表となったため、 九州旅客鉄道が公表する駅別乗車辞任の数値を用いた。駅周辺は別府温泉を中心に数々の温泉施設が存在する。旅館やホテルなどの宿泊施設も多い。また別府市の中心部で各行政機関などが集中する。駅前駅前通り、周辺国道10周辺、ルカワ通り、周辺駅前周辺青山通り周辺。 ルカワ通り周辺その他1952年に市内新校長に別府駅を全面移転させる構想が発表されたが、現別府駅周辺住民の反対などから立ちえになった。その後は規模を縮小して新別府駅を作る計画も存在したが、1987年には約 1.5km ほど小倉寄りに別府大学駅が開業した。 新別府駅の名前は、旧、新駅の予定地付近を走る。指導、新別府駅名番線にも見ることができる。ありがとうございます。